皆さんこんにちは。エニュービューティークリニック院長の米澤です。じゃあ今回はピコフュージョンについて少しお話したいなと思います。今までのピコレーザーを用いた肌治療っていうのは、色の悩みに対してはピコトーニングで、凹凸に対してはピコフラクショナルっていうふうに、それぞれの悩みに対して別々のモードを使う必要があったんですけども、今回のピコフュージョンの何がすごいかっていうと、その1回の照射で、色の悩みと凹凸の悩み、これを同時に治療できるっていうところになります。で、僕の調べた限りでは、ピコトーニングとか、ピコフラクショナルは名前は違えど、扱っているクリニックというのはいっぱいあると思うんですけども、その3つ目のモードである、ピコフュージョンを扱っているのは、おそらく、うちが、日本初なんじゃないのかなと思います。で、実はこの動画もピコフュージョンを初めて受けてみて、大体1週間後に撮影してるんですけども、やっぱり自分の実体験として、やっぱり結構肌の調子も全体的にいいですし、あと僕普段から目の前の小じわは結構気にしてるんですけども、やっぱり目の前の小じわも結構気にならなくなったんじゃないかなと、実感してます。じゃあ早速ですけど、その施術を受けてきた様子動画にしましたので、どうぞご覧ください。Thank you.
結構ね赤みが結構強く出る感じなので、まぁ、ちょっとこの後の経過も、しっかりお見せしたいと思います。今日はメンテナンスデーなんで、この流れで、目のハイフをこの後当てたいと思います。で目のハイフ、それと最後に、ちょっと今こう白くなってるんですけども、僕結構目の色がくぼみやすいので、目のくぼみに対して、美肌注射を、両方で2cc 打ちました。はい、なので、僕自身も普段こういうような形で、自分の顔のメンテナンスは、しっかりするようにしてますので、少しでも参考になったらなと思います。はい、ありがとうございました。